じゃあどうもおはようございます。じゃよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。これから大臣会見の始めたいと思います。あの幹事社の日刊工業です。はい、ではまず初めに大臣から冒頭発言の方お願いできます。はい。わかりました。えー、冒頭私からあ一件でございます。えー、先日十日に取りまとめられました教育未来創造会議の第一次 提言を踏まえまして本日私から大学の構造転換と理系女子学生の活躍促進に関しますメッセージを発表いたしたいと存じますメッセージ本体は後ほど事務方から配布いたしますのでメディアの皆様におかれましても報道を通じてご協力いただければと思いますが私から要点をご説明いたしたいと存じます 第一次提言を実現し、未来を担う人材を育成するために、これからの大学は大きく構造転換を図る必要がございます。中でも、理系を学ぶ場を抜本的に拡充をしまして、特に女性の皆さんは、理系で活躍できる社会を構築するためには、 大学関係者のみならず、子供たちや、あるいは保護者や教職員、そして企業の皆様に広くご理解とご協力をいただくことが不可欠でございます。でまず、これから大学進学を志す皆さん、5年後、10年後に向けて大学が大きく変わっていきます。で、分離の区別がない。 広く深い学びが入試でも評価されるようになります。でぜひえ、自分自身が興味を持てる分野を徹底的に追求しまして、え追求していただいてえ、自らの可能性を広げていっていただきたいと思ってございますえ。次にその保護者の皆様に対してです。あの、理学部や工学部の女子は就職できない。そのようなことは全くございません。 例えば IT 系の人材は2030年で最大79万人不足するという予測がある中、理工系学部を卒業した学生さんが男女問わず産業界では強く求められております。女子は文系という、まあ、固定的なもう観念から離れて子供たちの幅広い選択をお支えをいただきたいという素朴なことを皆さんに申し上げたいと思います。 続いて教職員の皆様です、えー。教職員の皆様に対しましては子どもたちの持つ可能性を最大限に引き出してい、えー、っていただきたいと思いますで。特に高校早期からのこの分離分断教育からの脱却を目指していただきたいと。特に学校における男女の違いに基づく 先入観を徹底的に排除していただいて、生徒の可能性を育むために、ぜひお力をお貸しをいただきたいと、このことを切に、えー、訴えたいと思います。次に、企業の皆様に対してです。学生の大学での学び、成長評価していただきたいと思います。 学生がロールモデルに出会って将来を思い描くための経験や体験を積むための場や女性が活躍できる場をご用意いただきたいと思います、えー。志高く羽ばたこうとする学生の挑戦を共に応援してやっていただきたいとそのように、そのように強く願っております。で今後、文部科学省、そして政府全体として えー、前にも進もうとするですね、大学、変わろうとする大学を全力で後押ししてまいりたい、と思います。今後、産学間総係で学生を応援する社会の実現に向けた意見交換の場を設定することなども考えております。輝かしい子どもたちの未来に向けまして、ぜひ皆様にもご理解、 ご協力をお願い申し上げたいと思います。えー、冒頭私から一件以上でございます。ありがとうございました。大臣、ありがとうございます。はい、それでは質問に移らさせていただきます。はい、まず、あの幹事者から、あの質問なんですけれども。はい、あの二十三日に開かれた日米首脳会談で、あの宇宙水産。 ついてあのアルテミス計画の協力について、はい、あのバイデン氏から発言がありました。はい、でこれに関する第一線の受け止めとあのアルテミス計画に向けて文科省は今年度を注力する政策や支援する事柄ありましたらあの教えてください。いはい。あの昨日二十三日日米首脳会談が開催をされまして宇宙分野での協力進展に関します共同声明が両首脳から発表されました。 で今井田さんご指摘のとおり、えー、記者会見の際にバイデン大統領から、まあ、月とこの火星に向けましたアルティミス計画ゲートウェイについて一緒に協力をしていくということで胸が発言があったことを大変うれしく思ってございます。で今回の,あの共同声明等を踏まえつつアルティミス計画につきましては 米国をはじめとする参加各局と連携しつつ一つはそのゲートウェイの機器提供や補給、まあ、月を周回するこの施設になってまいりますからであとはその月面データの取得提供そしてこれはトヨタなんかとも共同で開発しております月面における有人余圧ローバーに関する開発等ですね。 こうした宇宙基本計画に基づきまして着実に進めてまいりたいと思います。引き続き文部科学省としては、アルツメス計画ははじめとする国際宇宙協力にしっかりと取り組んでいきたいと思います。バイデン大統領からかなりインパクトのあるお話もあったということを聞いてございますので、まあ、夢が広がると思います。ままずずは月できちっとその、まあ、日本人宇宙飛行士がまず アメリカ、米国人の方について月面着陸というんでしょうかそこで活動できるということをまず目標を達成してそれから火星に向かって進んでいくということになってまいりますので大きな夢をぜひ描きたいというように思っています。我々の後々の時代を生きていく今の子どもたちや孫たちのためにもしっかりと今足場を築いておきたいと思います。 ありがとうございます。ではあの他社幹部お願いできますでしょうか。じゃ後ろにしましょうか。ありがとうございます。教育新聞の佐野です。はい。私あの先週発表された英語教育実施状況調査と、はい、学習指導要領や大学入試との関係について伺いたいと思っております。はい。 今回の調査ですと、あの学習指導要領が授業に求めている英語4技能を使った言語活動が、小学校では91%、中学校では71%、高校では50%と、学年が上がるとともに、言語活動の授業の割合というのは下がってい,っています、はいで。このことについては、こうした傾向は別にずっと続いておりまして、えー、2年半前にあの大学入試の在り方に関する検討会議で、 文部科学省の副都道中当局も大学入試の影響があるのでそうした言語活動が事業では行われにくくなっているそういうことは規制できないということをです、ねはい、指摘されています。はい、ということを伺いたいのですがこうしたその大学入試の影響によってです、ね、学習指導要領が目指す事業改善というものが十分に行われていないという現状をど,のどういうふうに受け止めていらっしゃるかということとそれから あの2年半前に大学入,学大学入試共通テストにおける民間の英語決定試験の活用が飛、はい、んだして以来ですね大学入試であの英語用の議論をどう扱うかという議論は中断されたままになっております,そう,す、ね、そうしますとその学習指導要領が目指すその授業の改善というのはなかなか実現は難しいんじゃないかということが言えると思うんですけれどもこうした点についてその大学に対して ええ、御議論に対応したあの入学者選抜の実施とか、またさらに高大接続改革を進めていくとか、そうしたことについて大臣のお考えが伺えればと思います。あ、ありがとうございます。あの時々教育家庭課長ともよくこの話をいたしてございまして、えー、大変重要な問題でございます。で、あの先日公表いたしましたあご指摘の調査ではその。 小学校、中学校、高等学校、今お話しあったように、学校段階が上がりにつれまして、児童生徒の英語による言語活動が低調になっているということが分かりました。まあ、正確に申し上げたら、今92%とおっしゃったのかな。小学校が、まあ、まあ、授業中の半分以上の時間で言語活動を行っている学級の割合は、小学校92%、中学校が 高等学校でおっしゃるとおりガタッと下がって50.3%まで下がってしまうということであります。あの非常にこうコミュニケーション能力がなかなか高めないかんけれども高,、まあ、高まっていないというがよく分かる数字だと思うんですね。であのこの結果を受けまして 各学校関係者や英語教育の有識者に対しましてヒアリングも行いましたところ、まあ、一つはその理由として考えられるのは新型コロナによる臨時休業などで授業時数が減少する中で、えー、教科書を終わらせることに時間を費やしたということで、えー、まああのー、そこのところを中心に授業を展開してしまっているという実態が分かってまいりました。 それと、学習内容や言語の難易度が上がりますと、えー、生徒にとって、英語で授業を進めることが大変難しくなってくる。まあ、そのものの、あの、ボキャリバリも難しいし、センテンスも全体に難しくなってきますので、そういうことで、英語で授業を進めることが非常に難易度が高くなってしまうということがあります。といったような点が指摘をされました。で、また、特にあの、高校の普通科では、 正しい語彙や文法とか公文など正確な習得に力点が置かれることの表れるということも考えられているわけなんですけれどもあのしかしながら今回の調査からは言語活動の時間の長さがその生徒の英語力の向上と関連していることが分かったわけですが同時にあの自治体別の結果を見ますと中学校や高校でも言語活動をしっかり行っている教育委員会も多数見受けられている でおりますで文科省としましては言語活動を通してコミュニケーションを図る資質あるいは能力を育成するという英語教育の目標がしっかりと達成されるように言語活動の改善充実に引き続き取り組んでまいりたいということこのことは切に我々も考えてございますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。それれと、大学入試についてですけれども、 大学入試における英語4技能の評価につきましては大学入試の英語成績提供システムの導入見送り等を受け,受けまして文部科学大臣のもとに大学入試の在り方に関する検討会議を設置をしまして約1年半の間審議を重ねまして昨年7月8日に提言を取りまとめいただきましたでこの提言では あの読む書く聞く話すもうこれ四つですけれどもこの四技能に関しまして総合的な英語力のですね評価については各大学の個別選抜で推進することが重要とされておりますまあ委ねる分もございますで文科省といたしましては提言内容を踏まえまして各大学の個別選抜におけます。 総合的な英語力の評価に関する優れた取り組みを幅広く普及させていくために講事例を認定・公表する準備を進めております事例を講事例を提供したいと思っていますで、またあの改革意欲のある大学へ後押しができますように基盤的な経費などの活用も含めましてインテンシブの付与の方法につきましても検討を進めているところでありまして 引き続き大学と高等学校の、えー、等の連携をしまして、高大接続改革をまあしっかりと進めていきたいなという、そういう考え方でございます。えーまあ、一つの反省の上に立って前進をしておりますので、ご理解をぜひいただきたいと思ってございます。はいただここ 何回か質問で恐縮なんですが、マスク着用については伺いしないんですけど、厚生労働大臣の方うと,と、昨日、政府の基本的対処方針で、はい、あのマスクの着用についての考え方が示されたと思います。はい、あの学校については基本的に衛生管理マニュアルの技術と変わりはないと思うんですけど、ね、一応、国民に向けてあの学校でのマスクの着用の注意点など、大臣もから改めて整理して、お話いただける部分があればお願いをしたいと思います。 はい、分かりましたですあの、えー、文科省の三木課長のところでずっと担当いただいたんですけれどもあの昨日23日に変更されました政府の基本的対処方針におきましてマスクの着用の考え方等が明記をされたところでございます。でこれはあの先週金曜日20日に厚生労働大臣から、 マスクの着用は引き続き基本的な感染対策であることとともにですね身体的な距離が確保できないが、えー、会話をほとんど行わない場合のマスクの着用の考え方などが示されたことを受けての記載となってございますそれであの文部科学省では従来衛生管理マニュアルの中で マスクの着用が不要な場面についてお示しをしておりましてその取り扱いを変更するものでもありませんがこれから夏季を迎えるにあたりまして学校生活の個々の場面に対して、まあ、個々のそれぞれのまあ状況ですね場面に対しましてより適応した形でのマスクの取り扱いを明確化するということを観点から 本日付で事務連絡を発出したいと、そのように考えております。で具体的には、あの地域の実情に応じまして、体育の授業の際には、屋外の運動場に限らず、プールや屋内の体育館等も含めて、マスクの着用は必要ないこと。そして、次に運動部活動につきましては、 体育の授業の際に着用は必要ないとする取り扱いに準じつつ活動の実施にあたっては各競技団体が作成するガイドライン等を踏まえて対応することその次3つ目でありますけれども熱中症リスクが高いこの夏場におきましては登下校時に会話を控えるよう注意した上で マスクを外すよう指導すること等について改めて周知をする予定としております。で各学校現場におきましては感染対策と学びの継続のこの両立はもちろんのこと熱中症対策も命に関わる極めて重要な問題でありますのでそう捉えておりますので子どもたちが安全安心な環境の中で学ぶことができるように メリハリをつけたマスクの取り扱いをお願いをしたいというように考えております。そういうことでございますので、まあ、かなり詳しいことは、また担当課長、三木さんの方にまたお尋ねいただいてもいいかと思いますけれども。はい。2> 2次の予定に出ますので、あと1問でお願いします。じゃどうぞ。東京新聞の小松戸です。はい 英語教育中で実力調査の関連でお尋ねしたいんですが、はい、中学高校ともその教育目標の達成度で、都道府県政令市間でかなりのデコボコがあったというすはい、それの原因をどうお考えになるのかと、公教育である以上、極端な差があるのは好ましくないと思いますが、どういうふうに是正を図っていくべきか大臣の考えをお聞かせください。はいであの 今のご質問生徒の英語能力について特に中学生について自治体の間の格差が目指すというご指摘かと思います。であの今回の調査の結果中学校卒業段階でセファール A1 レベル相当以上を達成した中学生の割合につきまして全都道府県指定市のうち指定都市のうちですね 20の自治体が第3期教育振興基本計画に掲げます5割以上の目標を達成した一方で12の自治体で40%下回,るなど下回るなど自治体間での数値の開きが見られたということでございます。でまたあの高等学校卒業段階でセファール A2 レベル相当以上を達成した高校生の割合につきましては全都道府県のうち八都,都県ですね8都県が第3期 企計画の5割以上の目標を達成する一方で、4件で40%を下回るという結果になったと聞いてございます。で今回の調査からは、授業中に生徒が英語を使って活動する、言語活動の時間の長さ、そしてまた教師の英語力といった要因が、生徒の英語力の向上と関連しているということが分かってまいりました。 で各教育委員会に対しましても今回の全国的な調査結果をフィードバックさせていただきましたが言語活動の充実や教師の英語力の向上に関します取り組み状況を確認しまして必要な改善を行うなど今回の結果を活用して英語教育の改善、充実に努めていきたいと思ってございます。 先ほどもちょっと話、触れましたけれども、文科省としましても、工事例を全国に展開していくなど、各自治体における取り組みをしっかりと支援をしていきたいという、そのように考えております。ご指摘のとおり、かなりの開きがあるということにつきましては、私も少なからず、違いにはあ、まあ、懸念を持ってございます。 それでは今日の会見を終わります、はい、皆さんどうもご協力ありがとうございました